厳しいとこですね。この辺厳しいですね。ちょっとウーロン茶をね、ウーロン茶を作ってます。紅茶を飲んでて甘いの気をつかないとね、あんまり飲むと昔濁るんですよね。天然の病がないと僕の場合はスポーツマンの意思があるので、難しいね、これね。こう打ったけど、まあ勝負どこだね、こうね。これ500円ぐらいだったんですね。親子で出ちゃうね。
まだこの後は2時間ありますね。勝負に行ったんですよ。ここら辺ぐらいまで行ったら1500円ぐらい行くんじゃないかな。1500円、2500円ぐらい行くんじゃない。ここまで行っちゃってね、2500円ぐらいじゃない、マイナスが。USDCHF ですね。381枚持ってきて、ここからぐーっとここまで落ちるんじゃないかな。そしたら計算しようかな。1位にね、また戻るかもしれないね。おそらくまだいきなり下がらないでしょ。この日は1対1ね。こちらのテクニカル分析の方とカードはね、ね、こういうの、こうだね、こんな上がっちゃってるね。で、CCI がここまで上がっちゃってる、ここから落ちるんじゃないかという、そうですね。ここを基準にして落ちていくと、もうガチャガチャガチャしながら。CCI の限界ですね、これ上がりがね。これはバッテンでクリアされて、ここにつくね。ここはピークだと思うんだけどね、こういうところのピーク。ここら辺まで落ちることはあるのかな。この時はここまででね、上り坂だからね、ここまで来たら計算しましょう。これはね、こういうことはこうかね、こんなことかね。
やってみましょう。ここね、上り坂だからまた上がっちゃうことがある。ね、これ、上り坂になったとか、こんなに外れてるから。落ちてもね、こんぐらいで落ちて、こういうのがあるから。こういう下がって、これ以上落ちないでまた上がっちゃってるでしょ。テール行ってると。これも下がって、まあ、これはちょっと行ったけどね。これがあるから、今回もありえそうだな。こう落ちたら、ここら辺が限界だと思うね。で、上がっていっちゃう可能性があるから、ここから落ちてもね。厳しいことだな。これ見るとね、上がりすぎってやつね。これ以上上がらないと思うんだね。こうガチャガチャと、このスラテックス、これがね、上行ってて落ちかかってても、まだ落ちないって言って、そろそろ落ちるよって、これ長いもんね。こっからね、そろそろ落ちるでしょ。ここ入ってから、入ったのかね、この辺からね。これはここで入ったのね。これで入ったのね。これ、これみたいに見つかってないかもね。ああ、難しいね。
42万6057円作ってるね。これは本土だね。現状は本当に。ちょっと小さくしておくな。よし、ちょっと仮眠しますね。長い。
気してもらえると。そんなことしなくてもいいか。